主な太陽系外縁天体と地球、月の比較惑星 X とは、海洋星よりも遠い軌道を交点していると仮定される惑星サイズの天体である。X は、ローマ数字の10を表すのではなく、未確認を意味するアルファベットの X である。惑星 X が存在するという説は、外惑星、特に天皇星と海洋星の交点運動に理論との矛盾が見られたことから、 最初は9番目の惑星として、1930年の名王星発見以降は、第10惑星として主張されてきた。この矛盾の多くは、後の観測ではほぼ解消したが、20世紀末以降に発見された多数の太陽系外縁天体の分布や、長周期彗星の起源などを説明する根拠として、再び惑星 X の存在を仮定する説が唱えられている。 大衆文化においては、惑星 X は未発見の太陽系天体や第1惑星を指す一般的な代名詞となっている。19世紀の終わり頃、多くの天文学者は海王星の外側に惑星が存在すると推測していた。海王星は天皇星や土星、木星の軌道運動の観測結果と理論計算との間にあった矛盾を説明するものとして、 ジョン・クーチ・アダムズやユルバン・リュベリエといった数学者の計算に基づいて発見された。しかし海王星の発見後、これらの惑星の軌道に名を預かながら誤差が存在すること、また海王星自身の軌道にも誤差があることが明らかになった。この事実は海王星の外側に別の惑星が存在するためであると考えられた。火星の運河を観測したという主張で、 最もよく知られている天文学者のパーシバル・ローウェルは、この仮想的な惑星を、惑星、X と呼んだ。当時は8個の惑星しか知られておらず、この X は、ローマ数字の10ではなく未確認の意味である。ローウェルはまず1909年まで探索を行い、続いて、新惑星の位置予測を修正して1913年から1915年まで、再度探索したが、 惑星を発見することはできなかった。この後、ローウェルは自分が計算した惑星 X の軌道パラメータの仮説を発表した。皮肉にも、この1915年に、ローウェル天文台では、冥王星の暗い画像が2枚撮影されていたが、当時これらは惑星だとは認識されなかった。1916年にローウェルは死去したが、1928年に、ローウェル天文台で、 別の探索が開始され、1930年にクライド・トンボーによって、冥王星が発見された。発見当初は、冥王星こそ、惑星 X であると考えられたが、冥王星の質量は、海王星の軌道を説明するには小さすぎることが明らかになったため、探索はその後も続行された。冥王星の発見の後も、トンボーは別の遠方の惑星を求めて、 王道場を探索し続けた。彼は数多くの小惑星や変更星、彗星を発見したが、惑星は見つからなかった。冥王星の後、長い間にわたって太陽系外縁天体は見つかっていなかったが、1992年にアルビオンが発見された。これ以降、1000個以上の外縁天体が発見されている。 これらの天体は現在ではその多くがエッジワース・カイパー・ベルト天体に属すると考えられている。イーク・ボーは海王星の外側の王道面上を公転する氷に覆われた天体で太陽系の形成時に取り残された天体だと考えられている。このことから冥王星を惑星と呼ぶべきどうかについて議論が起こった。最終的に2006年に IAU の総会で 太陽系の惑星の定義が定められたことにより、冥王星は惑星ではなく、純惑星と分類されることとなった。宇宙探査機パイオニア1号1 1号、ボイジャー1号2号によって、ローウェルが仮定した惑星 X の存在は2つの面から否定されている。第一に、これらの探査機が外惑星の近くを通過した際に、惑星から受けた重力による加速度の値から、 これらの惑星の質量が高精度で求まった。これによって地上観測に基づく計算から得られていた外惑星の質量は最大約1%小さかったことが明らかになった。この修正された質量に基づいて外惑星の軌道を決定することで矛盾は解消した。第二にこれらの宇宙探査機の軌道からは太陽系内にある未発見の大きな惑星の 重力を考えなくてはならないような誤差は検出されなかった。多くの天文学者はこの事実から惑星 X 仮説は役割を終えたと考えた。もっとも天体の質量が小さい場合にはこの手法では検出できず外惑星の軌道にも目に見えるような影響を与えないので地球と同程度の質量を持つ天体が存在する可能性は依然として排除されていない。 仮説上のプラネットナインと他の外縁天体の軌道比較的縁に近い軌道を持つイーク棒の分布は太陽から55天文単位付近の距離で突然終わりその外側には離心率や軌道傾斜角が大きな三乱円盤天体が存在することが知られておりこれは55天文単位より外側に惑星サイズの天体が存在するためではないかという推測がある この仮説上の天体も惑星 X と呼ばれるが天皇星、海王星の軌道を説明するための天体とは別の仮説に基づいている。カリフォルニア工科大学の研究者によって2002年、2004年、2005年にそれぞれ発見されたクアワオアーやセドナ、エリスといった天体は質量が小さすぎるためにこういった新しい惑星 X 仮説には当てはまらない。セドナについては 新しい惑星 X 仮説と比較して、距離も遠すぎる。2008年には、神戸大学のパトリック・ソフィア・リカ・フィカ研究員、向井忠教授らが、惑星 X の予想軌道を算出した。この予想軌道は、天皇星や、海王星はもともと現在の位置より内側で誕生し、木星や土星の重力による雪道で外側へ、移動したという仮説に基づき、 現在の海洋星の軌道付近で誕生した天体が海洋星に押し出されるように外側へ移動したと仮定してシミュレーションしたものである。惑星 X の質量は地球の0.3から0.7倍、直径は地球よりやや小さい程度、軌道傾斜角は20から40度、軌道長波。この予想に基づき2009年秋から東京大学基礎観測所とハワイ諸島のパンスターズ、 一による探査計画が始動しており、仮説が正しくかつ条件が整えば5年以内に惑星 X が発見される見込みであるとされたが、発見されなかった。2016年1月20日、カリフォルニア工科大学のコンスタンティン・ベティガンとマイケル・ブラウンは、セドナや 2012VP113 などの太陽系、外縁天体6個の軌道から、 地球質量の10倍の質量を持つ天体が海洋星の20倍以上遠い軌道を1万から2万年をかけて太陽を周回しているという研究結果を発表した。研究者は仮称としてプラネットナインという呼び名を用いている。プラネットナインが存在すればその影響により太陽系の惑星の軌道面と垂直な軌道を持つ太陽系外縁天体が存在することが予測されており、 そのような軌道を持つ太陽系外縁天体はカリフォルニア工科大学のチームによりすでに4つ発見されている。ブラウンは仮に軌道上の最も遠い位置にあるとすれば観測にはマウナケア山条にある WM 欠区点問題の欠区愛、結区2望遠鏡やスバル望遠鏡など世界最大級の望遠鏡が必要となるとしている。また、これとは別に アメリカのアリゾナ大学の研究者が2015年に太陽系外縁天体の異常軌道の原因を調べるために計算したところ蒸気とは別の惑星が存在する可能性を示唆したこの研究では蒸気の理論を否定しておらず可能性としては太陽系に10個の惑星が存在する可能性も示唆した大きさは火星ぐらいで軌道半径は60から70天文単位 軌道角度は8度に傾いている。研究者によると、この惑星によって、太陽系外縁天体の歪みが大きくなり、蒸気の惑星によってその歪みが直されていると、されている。なお、この惑星は銀河面に存在しているとされ、観測には、地理で建設が進められている大型シノプティック、サーベイ望遠鏡を使って観測をする予定である。E 区房安中より、 さらに外側には、大小無数の氷天体が太陽を半径1光年前後の急角上に取り巻くオールトの雲があり、それらの氷天体の軌道が何らかの理由で太陽系中数部まで達する超大円軌道に変わったものが長周期彗星だと考えられている。軌道が変わる原因として銀河系円盤や太陽系の近くを通過する構成、あるいは 太陽の晩星などの影響が想定されてきたが、2010年にアメリカルイジアナ大学ラファンエット校のジョン・マテセとダニエル・ウィトメヤーがオールとの雲付近に木星質量の4倍程度の大きさのガス惑星が存在し、長周期彗星の少なくとも一部はそれによって軌道を変えられたという説を発表した。二人はこの天体を中継と歌唱しており、 もし実在するなら、NASA が2009年12月に打ち上げた WISE の全天サーベイ観測によって発見できるはずだと考えられていた。しかし、2014年 WISE の観測データから、太陽より2万6000天文単位内に新たな木星質量以上の天体は存在せず、また1万天文単位内では土星質量の天体も存在しないという研究結果がまとめられた。 これにより、2010年の論文で予測されたトゥー,ーの存在は否定された。なお、太陽系にはすでにトゥーケーと正式に命名された天体が存在する。ありがとうございます。